参議院選挙の敗北を受け立憲民主党は執行部を刷新し岡田克也氏を幹事長に起用することなどを正式に決定しましまた。国会対策やそして選挙に勝てる体制を強化をしていくそして政策については政権と対峙をするこの対決軸をより明確にすること立憲民主党は幹事長に岡田克也氏を起用し 安住淳氏を国対委員長に再当番させることを決めましたさらに政調会長には長妻明氏を選対委員長には大串博氏を起用しますまた代表代行には大阪誠二氏が再任され西村ちなみ前幹事長も代行に就任しました泉代表としてはベテランの起用で統制の立て直しを図る狙いがあります